ダバンブスペシャル。はい、最近、はいはい、ダバンプの近況はと言いますと、うん、なんか最近はケンゾさんが屋久島に行ったとか、屋久島ね、屋久島に行った話はさっきも盛り上がりましたね。そうですね、屋久島の魅力がね、屋久島の魅力を、はい、すごい流れ星を見た、そうそうそう、感動したって、はい、どんぐらい見たんだろうと思ったら、たったの6個しか流れ星見なかった。いやいや、1時間で6個ですからね。もう10分に1回ってことですから、うん、10分に1回願いが叶うっていうことですね、うん、いろんな願いを叶えて旅行に行くと思うんですけど、そんな私たちのダバンプは6月に26周年を迎えました、はいはいはい、アリッサさんを筆頭にですね、周年を迎えたわけなんですけども、はい、いや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 、はい、どうでしょうか、長い間芸能生活やってますけど、いやいや、まあまあね、ぶっちゃけね、ここまで生きてると思ってなかった俺、はい、生きてると思ってなかったですか、これ率直な気持ちよ、はいはい、ああこんなに長いこと生きてきたなっていう、のありますしね、まあ、あるんですけども、うん、まだこれね、うん、26年やってても初めてのことってあるんだなっていう、初めての大阪まで来るバス、うん、はい、バスで大阪まで来るという、そう、夜行バスでね、これは結構しびれましたね、シビアな感じで、もうね、着いて朝からリハだったわけじゃないですか、うん、はい、だからバスじゃないとこう間に合わないという、うん、ね、スケジュールも来たわけですよ、うん、はいはい、まあ腰バッキバキでしたわ、そうですね、本当に、今回の楽曲なんですけども、はい、うん、まあ、プロデューサーに、まあ、木梨憲武さんが、はいはい、いらっしゃって、そして作詞作曲の所ジョージさんという、もういろんなところからね、すごい、つまんでつまんでつまんで、こう出来上がった楽曲なんですけども、はい、本当にあの所さんならではのね、うん、あの世界観と、うん、もう木梨さんのアイディア発想が、いやすごいね、もうところどころに入ってる曲なんですけども、所、まあ、連発しますね、所さん、所、あれ、ね、めちゃくちゃ所連発するなと思って今、そう、すごい金プロ。そう、ね、やっぱそう、所さんを前面にね、だから所さんを前面に出していかなきゃなみたいな、もうみんな所さんですよね、みんな所さんのやつ来てますから、うん、そう、まあそんなところで、ね、いやいやいや、遊びを知ってる皆さん、ね、先輩方とこう一緒にね、こういう楽曲作ったのは本当に嬉しいんですけども、まあ、何より楽曲もね、まあ、宇宙に行こうということで、まあ、お二人にこう、もうダバンプ次宇宙に行ってきなさいというね、ありがたいお言葉をいただいたので、楽しくやらせてもらってるんですが、まあとにかく、スピード感が速かったじゃないですか、曲を作る、ポン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 行かないとやっぱり、ね、あの二方ね、飽きてしまうからすぐ、そうそう、追いついていくのが厳しい、飽きちゃう前にやらないといけないんで、はい、毎日新しいことを楽しいことをするっていうことにね、ついていくのが本当必死だったんですけども、まあそこには何かの僕はメッセージがあるのかなと思って、もう思う存分楽しみなさいっていう、なんか背中を押された気持ちになって本当嬉しかったんですけども、まあ今回はね、所さんがね、こうじゃあスペースダンスにしなさいっていうことで、サビの振りをこうキラッキラという建造がとともくん考えたんだよね、うんうん、はい、そうですね、それをちょっとセカちゃんらしくじゃあ説明してもらって、セカちゃんって何の略なんだ、世界チャンピオンだろいやいや、まあ確かにそうなんですけど、一番いいじゃあ、セカちゃん行かせていただきますということで、今回の所ジョージさんが命名していただいたスペースダンスっていうのがあるんですけど、星を意識しながらこうキラキラしながら手をこういう風にやっていただいて、で下から上に Go to the moon に行こうっていうことですね、はいはい、これがスペースダンスやもうね、ちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまでできますから、ダバンプの踊り最近立たなくてもできますからね、そうそう、座った状態で上半身だけでできる踊りをね、はい、座った状態でできます、まあ、ミュージックビデオでも、はいはいはい、木梨さんと所さんも一緒に踊ってくれてるんですけども、まあ、2人がまさかの着ぐるみを着てるっていう、そうですよ、注目ポイント高いんで見てほしいですし、所さんがあんな姿になるのはなかなかないですからね、いや、そうです、見たことないですからね、所さんポロッと言ってたんですけど、なんか木梨さんに、いやのりちゃんさ、
いや俺あの全身タイツ着るの実は初めてなんだよねっていうふうに言ってて初めてなことをさせるってね、のりたけさんはねもじもじ君でも同じでしたですねダバンプスペシャル。さあ最近見つけた密かな楽しみという答えが来てますけども、ね、密かな楽しみだよね。密かなだよね。密かな楽しみだよね。大々的に言えない感じだよね。どういうことですか。いやいやいや、まあ、最近少しなんかこれ言うことでもないなっていうちょっと楽しみがあって、なんかその街でちょっと路上でなんかこう頑張ってる花を見つけた時に幸せすごく感じるんですよ。アスファルトに咲く花ね。なんか俺もやっぱ頑張ろうっていう風に思えるというか、なんかこんなアスファルト の社会の中でこう頑張って生きてるこう花を見るとなんかこう心洗われるというか、ちょっとした楽しみだなっていうふうに自分の中では、はい、あんま言うことではないんですけど、ね、いやいいんだよ。いやもうやっぱセカちゃんがそれ言っちゃったからな。僕はもう最近こう所さんがこのルッコラの種とかをいただくんで、なんか自分でプランター買ってルッコラ育てたりって言って、ちょっとそういうアピール、ひまわりの種も買っちゃって今伸びてるよみたいなこと言おうと思ったんですけど、いや植物つながりでいいじゃないですか。まあでもセカちゃんが言っちゃったからあのね、ネットサーフィンしてオンラインショップで洋服買ってカートに入れて買った気分でいる。あーいいね。自分でコーディネートして。あ、だから貯めてるんだ。そう貯めて、買わないで買った気分で終わらせる。へー。そうそうそう。だってすごい金額なんだもん。だって。ちなみにどのぐらいいってるんですか。いや40-50万ぐらいとかを全部カートに入れる分にはほら、まあまあ入れるのはただですから、押さなきゃいいんだもん。そこのギリギリまで行くっていうのを楽しんでます。はい。そうなんだ。はい、メンバーの宇宙な行動はということなんですけども、なんか他のメンバーとか見たりして、こいつ謎だなみたいなところがあったりしますね。謎な行動ね。なんかあるかね。まあ、うちのこうメンバーで見るとちょっと宇宙っぽい行動するのはゆうやちゃんとかがなんかしでかそうですしね。でもよりさんは宇宙好き。本当の宇宙好き。そういうなんか UFO とか好き。そういうの、ね、未確認飛行物体とかね。そういうユーマとか好きですから。難しい話するんですよ、ね。ユーマとか好きですからね。そう。友はないな。友はないな。友自体がもう謎みたいな人じゃない。そうですね。掴みどころのないというか。宇宙な行動。謎な行動というか、なんかこうやっちゃうっていうのがありまして。何ですかそれ。今日は飲まないって決めてるのに、夕方5時回ってくるとあれ今日も飲めるかなっていう謎の行動が。これ本当ねもう今ぐらいの時間になるとね、昨日のお酒がスーッといなくなっていくわけですよ。でこれでもさっきスタッフさんにね、キンキンに冷えた何々が冷蔵庫にありますんでって言われた瞬間にもうスイッチ入ってるわけですよ、こっちはね。だもうこれがもうね、謎の行動、自分でも解明できないんですよ、これは。止められないんですよね。だから誰か止めてほしいなって。いやでもそれ言ったらその、まあ、昨日の話じゃないですけど、こうみんなでスタッフさんとか、会食してて、で、まあ、お酒とかも入るじゃないですか、でその時に伊勢さんも多分今日は1軒目で帰ろうみたいな、多分テンションのことを言ってで、2軒目行っちゃうっていう。いやそれね、いやこれって、毎回なんですかっていう話したら、もうみんなの中でこう話題になって、1軒目で帰ったことがキミさんが1回もねえないで、でも言い方も俺あれだよね、どこどこにどうしようって言わないじゃん、次どうする
そうですね。だけじゃん。うん、だから別に帰るでいいんだよ。はい。そう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 。帰る、あ、じゃあ帰りましょうよ。おお、分かった分かったってなるわけよ。はい。いや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 。その選択肢がないから。すっごいここもう、ま、周りみんなあの笑顔になってます。全否定だな。みんなもう会計間近になったらもう各部署で段取り始まってんすよ兄さん。やばい、どうするんだろうどうするんだろうって。どうするよ。本当に。まあ、大阪来たらね大体もう2軒目に行く店は決まってるんで。うん、まあちょっと、まあ、ある意味ちょっと謎な行動かもしれませんね。いや、帰りゃいいんだよな、うん、本当は。そうそう、うん、帰りゃいいのに、なんか知らないけどね、乗ってくるんだよね。だからもう、こっから、ね、これからはもう帰るわけがないと思って、うん、イッサさんと付き合った方がいいですよ、各所。各所ね。